相当怪しいですね。高速のネット回線がありますって売りにしている貸し会議室を借りたんですけどゴミですね回線が <laughs> 見えた聞こえた勝ったっていう掘り抜きさんからの <laughs> コメントがありますね返さるかなこれあれだわ最近分かった知見としてやっぱね安いものはダメがちっていうのはありますよねここ超高速回線を引いてて、 何メガビットパーセック出ますみたいなめちゃめちゃそれを売りにしてたんでめっちゃ優秀じゃんと思って借りたんですけど全然ダメでしたねすげえ安かったんですよここ1時間500円600円とかで借りれるんでここに決めたぜってなったんですけどダメだねこれ今ずっとぐるぐるしてるぐるぐるしてるね 8fps ぐらい <laughs> まあやるか引っ越しってするとダメですね今回得た知見です引っ越しはするとダメって しない方がいいいいす、ね、なるべくあ、いいコメントだわ。<laughs> 聞くには耐える、見るには耐えない。あ、よかった。あの、どうにかなるって、大丈夫、大丈夫。テロップ入れとけば俺の顔なんて別に誰も見てねえから。大丈夫か、これ。めちゃめちゃ僕の配信ソフトからエラーメッセージ出てんだけど。<laughs> YouTube が受信している動画が少ないため、滑らかなストリーミングを維持できません、ね。前回の格安会議室と違って、<ー>新居からお届けしております。ネット回線が引けたかというと、引けてない。 ただ意外とね、ポケット Wi-Fi 的な、レンタル Wi-Fi、ホーム Wi-Fi が意外と優秀なので、そこそこネット回線早くて、こないだ会議室借りた意味なかったのではっていうことに思い至りましてですね。現在は新居からお送りしておりますが、うん、やっぱそうだよね。ネット回線の状態絶対前回よりいいよね。もうほんとあの会議室なんなんマジ。 6階までエレベーターねえし、あの格安会議室マジなんなんっていう、もう憤りがすごいですね。高速 Wi-Fi 回線って歌ってるくせに6 0 0キロビットパーセックぐらいしか出なくて、ゴミやないかっていう、ね、怒りがありましたけれども、えー。今回は新居からお届けしてみます。トゥルーうかつでしたね。もうだから本当にね、安い貸し会議室には皆さんお気をつけください。新居の方が良いと、レンタルホーム Wi-Fi の方が有能っていうケースも結構ありますね。 あのこれビジネス書に出てくる格言風に言うと格安レンタル会議室の回線はホーム w i f i に劣るそういうことですね意味についてはちょっとよく分かりませんそのまんまです